あのひょっとしたらね、あのしぶき飛ぶかもしれませんけど、すいませんけどね。あ、そしたらこれからミルクにね、サービスいただきます。ミルクにはこのように、お野菜なんかもね、たくさん持ってきてます。まあ、さつまいもですね。まあ、雑食ですからね、まあ、あの、まあ、かなり肉食の方が強いんですけどね、僕らの場合は。あの、このように喜んでね、野菜とかね、果物を食べてくれます。リンゴを食べたい。え、サンマ。まあ、この子もあの今大体13区近くね、総量であげてます。その中からね、一部持ってきたんですよ。リンゴ挟まってます。リンゴ挟まってる。リンゴの方がちょっと大きかったんだね、穴よりね。リンゴ大きいから挟まってる。ちゃんとしてるんだよ。目立つさ。リンゴより他のものがいいみたいなね。ちょっとね、ゆうちゃん、しぶきが飛んできてるんだよね。またリンゴ踏んだ。トマト。あら。正直だもんね。この夏ちょっとね、あんまりトマト入ってなかったんですね。ちょっと固めのやつね。もう全然食べなかったですね、さすがにね。あら、これも引っかかっちゃった。ヨーディーしないと、ヨーディーしたら食べないの？おとなしいですね。じゃあこのままは食べるの？こんなに食べたら石破がなるよね。すごい、もう何キロも食べてるんですけどね。全然ね、まだまだ本当に食べたかったと思うんだね。あとちょっと大きめですけどね、バラ肉も持ってきましたね。これあの、これまあ子牛なもんですからかなりちっちゃいです。そこでもね、やばいですよね、まだね、投資ですからね。意味ないって意味ない本当にそんなに食べた芝がプツンってなるよ。だから羽がいないかな。今だとね、アバルぐらいの骨でしたらね、あの本当にね、あのスティックのお菓子を食べるかのようにね、バリバリとね、感じて食べてしまいます。この前足でこう押さえつけながらね、引きちぎりながらこうやって食べておりますけどね。見える。